今日はですね、中国の大連を飛び立ちまして、北海道の釧路空港に、フライトをしています。現在ですね、今は青森上空をちょうど通過しているところです。これは下北半島ですね。こういう感じで青森のほぼ上空を、通過しています。今日の機体ですけども、エアバスのですね A320、ピーチです。大連から北海道にピーチは飛んでませんけども、今日はピーチの機体塗装で、フライトをしています。北海道釧路まで、もう少し、ですね、このままフライトを続けたいと思います。それではこれからですね降下を始めていきたいと思います。1万1000フィートまでとりあえず落とします。今日の釧路空港ランウェイはですね17ランウェイ17に、降りる予定でいます。それでは降下を始めます。エアバスはですね、ボーイングとは全く違います。同じ飛行機なんですけども、全く操縦が違ってました。コックピット、飛行機の詳しい方は分かると思うんです。コックピットを、まず操縦桿がボーイングと違ってありませんで、このサイドスティックで持って、これが操縦桿の代わりです。あとスラスレバーとかですね、他のものあるんですけど、やはりいろいろ違っています。これはこんな感じで、操縦桿がない分ですね、エアバスの場合はこのようにテーブルが出てきます。あると国際線なんか食事するときはこのテーブル出して、ここで食事をしたりしていますし、あとは他の資料をここにですね置いて、いろいろやっております。じゃあ折りたたみます。それじゃあちょっと折りたたみます。こんな感じで、よいしょ、あら、よし、こんな感じで折りたたみます。今順調に降下を続けています。正面に見えるのはですね、北海道で、ちょうど千歳がこの先になります。苫小牧がですねこの海岸沿いのところです。だいぶ近づいてきます。千歳上空からですね今度は右に進路を変えまして、帯広上空を通ってですね釧路の方に向かっていきます。
今あの千歳上空からですね、右に進路を変えまして、あの釧路、帯広釧路の方に向かっています。それではですね、今ちょうど帯広の上空なんですけども、それでは高度をこれから4500フィートまで落とします。で、1万フィート切りますので、スピードをですね250ノット以下にします。240ノットに、変更します。スピードが今落ちていってるのが分かるかと思います。今260を切って、これから240、設定した240ノットまで速度を落としていきます。次にですね、高度今1万1000フィートなんですけども、4500まで落とします。4500に落としていきます。それから空港の QNH ですけども、2991というふうに管制から連絡がありましたので、2991に変更しました。それから着陸のですね、速度とか、そのあたりの設定をしたいと思います。このアプローチのフェーズですけど、ここでですね、QNH が 29.91 で、釧路の空港のですね、今温度が16度ですので、16度で、風がですね 190/10 ですので、190度の方向から10ノットで今風吹いてます。設定しました。それで MDA ですけども、釧路は530です。で、設定します。はい。そうするとですね、着陸の速度136ノットなんですけども、プラス5ノットで141で着陸します。はい、これで着陸速度や中の設定は完了しました。Peach 320, you have traffic at 3 o'clock 6 miles at 8000 feet。続いてですね、オートブレーキですけども、オートブレーキは、ミドルにしときます。それからスポイラーはアームドです。アームドにセットしました。アンチコリジョンのライトとかちょっとつけるの忘れてましたので、今からつけたいと思います。
それから、シートベルトサインですね、オンにします、うん、スピード高度をですね、3200フィートまで落とします。着陸体制にこれから入っていきます。スピード180ノットまで落としたいと思います。Altimeter 2991 tower on 118.05 peach 320。Tower peach 320 inbound for ILS approach runway 17. フラップ1Peach 320, good afternoon. Radar contact. Continue ILS to runway 17, call when established on final. Continue ILS to runway 17, will call when established on final. Peach 320.これからですね、左にターンして、滑走路に向かっていきます。まもなく着陸します。スピードをですね、160ノットまで落とします。それから ILS のスイッチを入れます。この LS がそうです。で、ILS の電波をキャプチャーしてます。このダイヤのですね、これがそうです。それからオートパイロット2もあと1、アプローチのですね、ボタンを押してオートパイロットの2も入れます。オートパイロット1と2両方使ってます。このままアプローチしていきます。スピードをですね、141ノットまで、下げたいと思います。今ILS の電波を捉えてですね、グランドスロープに乗って下降を始めているところです。ギアダウンします。ギアダウンで、ランディングライトをオンにします。このまま着陸していきます。でフルフラップ、正面に見えるのが
釧路の空港ですね。ここが滑走路です。ここが滑走路ですね。このまま降りていきます。1500フィートを切りました。 1000 チェック。オートパイロットをディスエンゲージし切ります。これでオートパイロット切れました。ここからマニュアルで降りていきます。これがオートパイロット切った時の音ですね。ワーニングが出ています。このまま降りていきます。ここからマニュアルです。1000 check. Clear to land runway 17. Approaching 17. Flaps. Unstable.500 check. Minimum 400. Continue. 300. 200. Think rate. 100. Retard. Three bus.おっと、なんと木が なんとターミナルのところに家があります。ちょっとここで止めます。こんな感じでいろいろ家が建っています。はい、釧路空港に到着しました。